高木高弘は日本の競輪選手、東京都台東区出身、日本競輪学校第64期卒業、日本競輪選手会神奈川支部所属。師匠は岡戸道夫。初出走は1989年8月5日の西武園競輪場で、初勝利も同日。血液型へ。法政大学。 第2高等学校在学中は陸上競技を行っていたが、友人である出口新宏氏の勧めにより、高校卒業後に日本競輪学校を適正試験で受験し合格する。競輪学校は28位での卒業で、当初は小田原競輪場を練習拠点とした。やがてデビュー直後から素質が開花して、活躍を見せ、同期の学校成績上位であった。 三宅信也有坂直樹と並んで、64期、三バガラスと評されるまでになり、1991年には、競輪祭新人王戦で優勝し、新人王を獲得すると、1992年には、早くも、獲得賞金上位で、地元開催の競輪グランプリに出場している。そして1993年には全日本、選抜競輪での特別競輪初優勝で、 トップ選手の仲間入りを果たし、直後に宇都宮競輪場で開催されたオールスター競輪決勝では、出口新広島と神奈川勢による法制にコ高カルテットを結成して、地元の神山雄一郎に対抗したが、最後の直線で神山に交わされ二着となった。しかし、同年12月には玉の競輪場で開催されたふるさとダービーも制しており、 翌1994年に岩木平競輪場で開催されたオールスター競輪決勝では出口新広氏に優勝をプレゼントする形で日着に入っている。1997年には練習地を平塚競輪場に移動。その後も1998年と2001年に高松の宮記念杯競輪を制しており、2004年に 地元の下月園競輪場で開催されたオールスター競輪決勝では別地区の先行選手である井上正美と即席ラインを組み、二人でラスト一周付近から後方集団より抜け出したが直線で井上との一騎打ちに敗れ二着となった。40歳を過ぎても GI など大舞台でも活躍したが、その後は加齢による脚力の衰えもあり。 同期の有坂直樹と同じく2019年1月より長らく保った S 級から広角となり A 級一般となったが、同年7月より再び S 級二班に復帰している。2019年7月21日、大垣競輪 D2 日目第1レースで一着となり、通算32人目となる通算500勝達成。デビューから31年目での達成であった。 規定に基づき、9月23日に、平塚競輪場にて、通算500勝表彰式が取り行われた。デビュー後しばらくは、自在戦法であったが、現在は、追込選手として活躍している。前世時は、直線でのダッシュ力だけでなく、後方から迫ってくる選手を、体当たりでブロックする、張りという技術にもたけていて、他の自力選手から恐れられていた。最盛期は、 吉岡実ノに対抗意識を燃やす、吉岡キラーの一人として有名で、2001年に優勝した高松の宮記念杯の決勝では吉岡を2発の、針で着外に沈めたプレーが絶賛されたほどである。ありがとうございます。